皆様こんばんは、江戸です。今日はグリム童話の朗読をしていきたいと思います。最後にエンディングトークもございますので、よかったら最後まで聞いていってください。それでは、いってらっしゃいませ。カエルの王様。むかしむかし、あるところに、それはかわいいお姫様がいました。お姫様は、お城の近くの泉のほとりで、まり投げをするのが大好きです。ところがあるとき、投げた金色のまりが、泉の中に転がって、そのまま沈んでしまいました。ああ、どうしよう。沈んでいく金色のまりを見て、お姫様はしくしくと泣き出しました。すると、泣いたりしてどうしたのですか？かわいいお姫様。と、泉の中から、醜いカエルが呼びかけてきたのです。キャッ！お姫様はちょっとびっくりしましたが、カエルに言いました。大切な金のまりが、泉の中に落ちてしまったの。そうですか。では、私が拾ってきてあげましょう。でもその代わり、私をお友達にして、一緒にご飯を食べたり、一緒にベッドで寝かせたりしてくれますか？ええ、いいわよ。お姫様は、カエルと約束しました。でも、カエルと友達になるのは嫌なので、お姫様は、カエルがマリを拾ってきた途端、カエルとの約束なんて知らないわ！と、マリを持ってお城に走って帰りました。次の日、お姫様がみんなと食事をしていると、誰かが戸を叩いて呼びました。お姫様、お姫様、戸を開けてください。あら？誰かしら？お姫様が戸を開けると、そこには、あのカエルがいたのです。キャー！びっくりして戸を閉めるお姫様に、王様が尋ねました。姫や、何をそんなに怖がっているのだね。それは、お姫様は仕方なく、外にマリを拾ってくれたカエルがいて、そのカエルとお友達になることを約束してしまったのだと話しました。すると王様は言いました。姫や、いくら相手がカエルであっても、約束したことは守らなくてはいけないよ。そこでお姫様は、いやいやながらも、カエルを部屋の中に入れると、一緒に食事をして、自分の部屋に連れて行きました。するとカエルは、一緒にベッドで寝たいと言い出したのです。まあ、カエルのくせに。お姫様はすっかり怒って、カエルをつまみ上げると、力いっぱい壁に叩きつけました。べちゃ。ところが、カエルは下に落ちた途端、優しい目をした王子様に変わったのです。実はカエルは、悪い魔女に魔法をかけられていた王子様だったのです。
それから、人間になった王子様とお姫様は、すっかり仲良くなり、やがて結婚して、幸せに暮らしました。おしまい。おいしいおかゆ。むかしむかし、ある町に、とても貧乏な家がありました。住んでいるのは、心の優しい女の子と、お母さんの二人です。ある日のこと、この家には食べるものが、もう何もなくなってしまいました。困ったわね。すまないが森へ行って、木の実を拾ってきておくれ。女の子はお母さんに言われて、森へ木の実を拾いに行きました。すると、一人のおばあさんが現れて、尋ねました。おや、こんな森の中に一人で来るなんて、どうしたんだい？はい、家には食べるものが何もないので、木の実を拾いに来ました。そうかい、それは感心だね。じゃあ、おばあさんがいいものをあげよう。そう言っておばあさんは、女の子に古ぼけたお鍋をくれました。それは、とても不思議なお鍋でした。お鍋に向かって、お鍋よ、煮えろ！と言うと、温かくて美味しいおかゆが自然に出てきて、お鍋よ、止まれ！と言うまで、おかゆは出てくるのです。おかげで女の子もお母さんも、お腹が空いて困ることはなくなりました。ある日、女の子が隣の町へ出かけた後で、お母さんはおかゆが食べたくなりました。そこで女の子の真似をして、お鍋よ、煮えろ！と言ってみました。すると、お鍋はちゃんとおかゆを作ってくれました。ところがお母さんは、おかゆの止め方を知らなかったのです。お鍋よ、もういらないよ。お腹はいっぱいだよ。いくらお母さんがそう言っても、おかゆはどんどん煮えて、お鍋から溢れ出しました。やがて、おかゆは台所から溢れ出ると、家中をいっぱいにして、とうとう家の外へ流れ出ました。それでもおかゆは止まりません。隣の家も、その隣の家も、そのまた隣の家も、とうとう、町中がおかゆだらけになってしまい、町の人たちも、みんなおかゆに流されていきます。そして、おかゆが町外れまで来たとき、隣の町から、女の子が帰ってきました。女の子はびっくりして言いました。お鍋よ、止まれ！やっと、おかゆは止まりました。その後、町の人たちは、町中に溢れているおかゆを少しずつ食べながら、自分の家へ帰って行ったそうです。使い方を知らないものを勝手に使うと、とんでもないことになる、
というお話でした。おしまい。ハリネズミのハンス坊や。むかしむかし、お金も土地もたくさん持っているお金持ちのお百姓がいました。このお百姓はお金持ちなので、欲しいものは何でも持っていましたが、残念なことに子供がいませんでした。そのために他のお百姓たちはお金持ちのお百姓をからかって、どうしてお前には子供がないんだね、などと聞くのでした。それでお百姓は腹を立ててしまい、家へ帰ってくると、どうしても子供が欲しい。たとえ、ハツカネズミだって構やしない。と、言ったのです。するとすぐに、おかみさんに赤ちゃんができました。ところがその赤ちゃんは、体の上の方がハリネズミで、下の方が人間なのです。おかみさんはそれを見ると、驚いて言いました。それご覧なさい。あんたはこの子に、とんだ呪いをかけてしまったよ。するとお百姓は言いました。そんなことを言ったって仕方がない。とにかく、この子に洗礼を受けさせて、名前をつけてやらなくちゃならん。だがこんな子じゃ、誰にも名付け親をお願いするわけにはいかんな。この子には、ハリネズミのハンス、と名前をつけるほかありませんよ。そうだな、そうしよう。さて、洗礼が済むと、牧師さんは言いました。この子には針があるから、普通のベッドではダメですぞ。そこでストーブの後ろに藁を敷いて、その上にハリネズミのハンスは転がされました。それからハンスは、お母さんのおっぱいを飲むこともできません。そんなことをすれば、針でお母さんを刺してしまうからです。こんな風にして、ハンスは8年もストーブの後ろに転がっていました。最初はハンスを可愛がっていたお父さんもうんざりしてしまって、いっそ死んでくれればいいと願っていました。さてある時、町に死が立ちました。そこでお百姓は死に出かけようとして、おかみさんに尋ねました。何か買ってくるものがあるかね？ええ。肉を少しと、パンを2、3本。と、おかみさんは言いました。次に下女に聞きますと、上靴と、刺繍のしてある靴下が欲しいということでした。最後に、お百姓は聞きました。ハリネズミのハンス坊や、お前は一体何が欲しいな。父ちゃん、袋笛を買ってきてね。さて、お百姓は家に戻ってくると、おかみさんには買ってきた肉とパンをやり、
下女には、上靴と刺繍のある靴下をやってから、最後にストーブの後ろへ行って、ハリネズミのハンスに袋笛をやりました。すると、袋笛をもらったハリネズミのハンスは言いました。父ちゃん、お願いだから鍛冶屋さんへ行って、おんどりのコッコの足に金靴を打ってもらいに行ってよ。そしたら、コッコに乗って、どこかへ行って、もう帰ってこないよ。何？出て行ってくれるのか？お父さんは、これでハリネズミのハンスを厄介払いできると思って、大喜びです。早速、おんどりの足に、金靴を打ってもらいました。そして金靴が打ち終わると、ハリネズミのハンスは、おんどりにまたがって、さっさと出て行きました。そして、豚とロバも連れて行きました。これは、村外れの森の中で、飼うつもりだったのです。やがて森に入ると、ハンスは、おんどりに乗ったまま、高い木の上に上がり、そこに座って、ロバと豚の番をしました。そうやって、何年も何年も、そこに座って見張りをしているうちに、豚とロバの群れは、だんだん増えて、大変な数になりました。ところでハンスは、暇さえあれば、袋笛を吹いて遊びましたが、その音楽は、とても楽しいものでした。さてあるとき、道に迷った一人の王様が、そこを通りかかって、この音楽を耳にしました。おや、なんて楽しい音楽なのだ。誰か、この音楽がどこから聞こえてくるのか突き止めてこい。そこで家来たちが見つけたのは、木の上にちょこんと座っている、一匹の小さい動物だけでした。その動物というのは、おんどりみたいなもので、その背中に、一匹のハリネズミが座って、それが音楽をやっているのでした。それを聞くと王様は、お供の者に言いつけて、ハリネズミがなぜそんなところに座っているのか、それからまた、王様の国へ帰る道を知っていないかどうか、尋ねさせました。するとハリネズミのハンスは、木から降りてきて言いました。王様がお城へ帰って、一番最初に出会ったものを僕にくれると約束して、それを書きつけて書いてくださるなら、道を教えてあげましょう。王様は考えました。どうせハリネズミのハンスなんかには、文字なんてわかりゃしないのだから、何を書いたって構うものか。そこで王様は、ペンとインクを取って、何やら書きつけました。そしてそれが出来上がると、ハリネズミのハンスが道を教えてくれたので、王様は無事に城へ帰り着くことができました。そして王様のお姫様が、父親の王様を、遠くから見つけると、嬉しくてたまらず、お迎えに駆け出してきて、キスをしたのです。王様は、
ハリネズミのハンスのことを思い出して、今までの出来事を話して聞かせました。自分が森で道に迷ったこと、なんだかへんてこな動物に、自分が城へ帰って一番最初に出会ったものをやる、という証文を書かせられたこと。その動物は、まるで馬に乗るみたいにして、おんどりの背中に乗って、面白い音楽をやっていたこと。それからまた、どうせハリネズミのハンスなんか字が読めないのだから、そんなものは決してやらないと書いてやったこと、などを話しました。そう聞くとお姫様は喜んで、それはよかったわ、と言いました。何しろお姫様は、ハリネズミのところへお嫁になんて行きたくなかったからです。ハリネズミのハンスは、相変わらずロバと豚の番をしては、木の上に座って、袋笛を吹いていました。すると、また別の王様が、道に迷って、家へ帰ることができなくなってしまいました。それほどに、この森は大きかったのです。王様は、やっぱり遠くから音楽が聞こえてくるのを聞いて、家来たちに、あれは何の音か見てまいれ、と言いつけたのです。そこで家来たちが木の下に来てみますと、おんどりが枝に止まって、その背中にハリネズミのハンスが座っているのでした。家来たちはハンスに尋ねました。お前さんは、そんな高いところで何をしているんだね。おいらは、おいらの豚とロバの番をしてるのさ。ところで、あんたは何の御用ですか？家来たちは、自分たちが道に迷って、王様の国へ帰れなくなってしまったことを話して、どうか、道を教えてくれまいか、と、尋ねました。すると、ハリネズミのハンスは、おんどりに乗ったまま、木から降りてきて、年を取った王様に言いました。王様がこれからお城へお帰りになって、お城の前で、一番初めに出会ったものを私にくださるなら、道を教えてあげましょう。よろしい。約束しよう。と、王様はハリネズミのハンスに、確かに望みのものを取らせるという書きつけを書いてやりました。その書きつけができると、ハンスはおんどりに乗って道案内をしたので、王様は無事に国へ帰り着きました。王様がお城の中庭に着きますと、みんなの喜びようは大変なものでした。さて、王様には美しいお姫様がいました。お姫様は王様の方へ走ってくるとキスをして、こんなに長いことどこに行っていたのか、と尋ねました。そこで王様は今までのことを話しました。わしは道に迷って、もう少しでお城に帰れなくなるところだった。ところが、
ある大きな森の中を馬車で通っていたとき、半分はハリネズミみたいで、半分は人間みたいなものが、おんどりにまたがって、高い木の上に座って、面白い音楽をやっていてね。そいつが助けて道を教えてくれたのだよ。だが、その代わりにわしは、お城に帰ったら最初に出会ったものを、その男にやると約束したんじゃ。ところが、最初に会ったのがお前なのだ。本当に困ったことになったものじゃ。するとお姫様は、お年を召したお父様のためですもの。そのものが迎えに来ましたら、私は、喜んでそのものと一緒に参りますわ。と、王様にお約束したのです。ところで、ハリネズミのハンスは、相変わらず豚の世話をしていました。豚はどんどん子供を産んで、とうとう森中がいっぱいになるほど、その数が増えました。そこでハリネズミのハンスは、もはや森に住むのが嫌になり、お父さんに頼んで村の人たちに、村中の家畜小屋を開けておいてください。おいらがどっさり豚を連れて行きますからね。と、伝えてもらうことにしました。それを聞くと、お父さんは悲しくなってしまいました。何しろハリネズミのハンスは、とうの昔に死んでしまったものと思って喜んでいたからです。そんなことにはお構いなく、ハリネズミのハンスは、おんどりにまたがると、豚を追い立てて村へ入っていきました。村人は大喜びです。それが済むと、ハリネズミのハンスは言いました。父ちゃん、おいらのコッコをもう一度鍛冶屋へ連れて行って、金靴を打ってもらっておくれ。そしたらおいらはそれに乗って、もう一生戻ってこないよ。そこで父親は、おんどりに金靴を打ってもらって、これで、ハリネズミのハンスは二度と帰ってこないのだと、喜びました。さて、ハリネズミのハンスは、おんどりに乗ると、はじめの王様の国を目指しました。ところが王様は、もしおんどりに乗って、袋笛を持っている者がやってきたら、決してお城へ入れぬようにしろ、と、お触れを出していたのです。いよいよ、ハンスが乗りつけますと、みんながハンスに襲いかかりました。ところがハンスは、おんどりに乗ったまま飛び上がると、お城の門を飛び越えて、王様の部屋の窓の前に到着しました。そして、大声で怒鳴りました。さあ、約束のものを送れ。でないと、お前と、お前の娘の命を取ってしまうぞ。これを聞くと王様は娘に、どうか、あの男のところへ出て行って、
お前と私の命を救っておくれ。と、言いました。そしてお姫様に、6頭の馬をつけた馬車や、立派な家来や、お金や財産やらをやりました。お姫様が馬車に乗りますと、ハリネズミのハンスがその隣に座りました。王様は、もう二度と姫を見ることはないだろうと思いましたが、ハリネズミのハンスは、都から出てしばらく行くと、お姫様のきれいな着物を剥ぎ取って、自分のハリネズミの針で、お姫様を刺して、血だらけにした上で、これが、お前さんたちが嘘をついた報いさ。さ、とっとと行っちまえ。お前なんかにゃ用はない。と言って、お城へ追い返してしまったのです。さて、ハリネズミのハンスは、前に道を教えてあげた、二番目の王様の国へ行きました。ところがこちらでは、もしも、ハリネズミのハンスらしい人間が来たら、すぐにお城へ連れて行くようにと、手はずをしていたのです。さて、ようやく現れたハンスに、お姫様はびっくりしてしまいました。何しろ、あんまり奇妙な様子をしているからです。でもお姫様は、王様に、約束をしてしまったのだから仕方がない、と考えました。そんなわけで、ハリネズミのハンスは、お姫様に快く迎えられて、やがて、そのお婿さんになりました。その日の夜、二人は休もうと思いましたが、お姫様は、ハンスのトゲが怖くてなりません。でもハンスは、何も怖がらなくていいんですよ。あなたの害になるようなことはしませんから。と、お姫様に言って、今度はお年寄りの王様にお願いをするのでした。どうぞ四人の男に言いつけて、お部屋の戸の外で晩をして、火をどんどん燃やしてください。私はハリネズミの皮を脱いで、これをベッドの前に置きます。その時に四人の男は、素早くその皮を火の中に投げ込んで、それがすっかり燃え尽きるまで、晩をしてくれなくてはいけません。さて、ハンスはハリネズミの皮を脱いで、ベッドの前に置きました。途端に、男たちが素早くその皮を掴んで、火の中に投げ込みました。そして、その皮が燃え尽きると、ハンスは、すっかり人間の形になって、ベッドの中に寝ていたのです。でも、その体は、焼け焦げたように真っ黒でした。王様は、お抱えのお医者に使いを出しました。お医者がハンスの体を、薬草の入った油で洗うと、
ハンスの体は白くなって、美しい若者になりました。お姫様はそれを見て大喜びです。あくる朝、二人の結婚式を行い、ハリネズミのハンスは、年を取った王様から、国を譲り受けたのです。それから幾年か経って、ハンスはお妃を連れて、父親のところを訪ねて、私はあなたの息子です。と、名乗りました。ところが父親は、わしには息子は一人もいない。一人いるにはいたが、それはハリネズミみたいにトゲが生えていた子で、それもどこかへ行ってしまった。と、言うのです。そこでハンスは、私がその子ですよ。と、言いました。年を取った父親は大喜びして、一緒に息子の国へ行きました。おしまい。12人の狩人。昔々、あるところに、一人の王子がおりました。王子には、許嫁がいて、その許嫁を、それは愛していました。さて、王子が許嫁のところで、楽しい日を送っていたとき、王子の父親の王様が、大変な病気になって、王子に会いたがっているという知らせが来ました。これを聞くと、王子は愛する許嫁に言いました。僕は、あなたを置き去りにしていかなければならない。僕が王様になったら、あなたを連れに、きっと戻ってくるから、その時の証に、指輪を渡しておこう。こうして王子は、馬に乗って出かけました。そして、王様のところへ着いた時、王様の病気はひどくなって、もう死ぬばかりでした。王様は王子を見て、こう言いました。王子よ、わしは死ぬ前に、もう一度お前の顔が見たかったよ。どうか、わしの言う女性と結婚すると約束しておくれ。はい、お父様。お父様のおっしゃる通りにいたしましょう。と、言いました。それを聞くと安心した王様は、目を閉じて、そのまま死んでしまったのです。さて、新しい王様になった王子は、死んだ王様に誓った約束通りに、ある王女と結婚することになりました。このことが、許嫁だった王女の耳に入りますと、彼女は悲しみのあまり、げっそりと痩せ、衰えてしまいました。
これを見て、彼女の父親である王様が言いました。元気を出しなさい。お前の望みは何なりと叶えてあげよう。それを聞いた娘はちょっと考えていましたが、やがて言いました。ねえ、お父様。顔も姿も背格好も私とそっくり同じの女の子が11人欲しいのですけれども、お願いできますかしら。ああ、望みは叶えてあげよう。王様はこう言って、国中を探させて、顔も姿も背格好も、自分の娘とそっくり同じ女の子を11人見つけ出しました。この娘たちが王女のところへ来ますと、王女は狩人の着る着物を12枚作らせました。その着物はどれもそっくり同じものでした。そして11人の娘たちにこの狩人の着物を着せると、王女自身も12枚目の着物を着ました。それから王女は王様にお別れの挨拶をして、娘たちを連れて馬に乗って出かけたのです。王女たちは許嫁だった花婿のお城へやってきました。そして狩人はお入りようございませんか。これだけの人数を一緒にお雇いくださいませんか。と言ったのです。許嫁だった王様は、狩人になった王女たちを見ましたが、それとは気がつかず、みんな美しい人たちだったので、みんなを雇ったのです。こうしてみんなは王様の12人の狩人となりました。さて、この王様には一匹のライオンがいましたが、このライオンというのが人の言葉がわかるとても賢いライオンでした。ある晩のこと、ライオンが王様に言いました。王様は12人の狩人を雇ったとお思いになっていらっしゃるのでしょう。そうだよ。あれは12人の狩人だもの。とんでもございません。あれは12人の娘ですよ。そんなことがあってたまるものか。どこに証拠があるというのだね。よろしゅうございます。王様の次の間に、エンドウ豆を任せてごらんなさいませ。すぐお分かりになりますよ。男ならば、豆の上を行くときでも、しっかりした足取りで歩きますから。豆は一つも動きません。ところが女の子ですと、ちょこちょこ歩いて足を引きずりますから、豆がコロコロ転げます。よし。ではやってみよう。王様は、ライオンの考え通りに、エンドウ豆を任せました。ところが、王様の家来の中に、
狩人たちと仲のいい男がいて、早速みんなのところへ行って、その話をして聞かせました。そしてこう言いました。ライオンのやつ、お前たちが女の子だなんて言って、王様を騙そうとしてるんだよ。王女はその家来にお礼を言って、それから娘たちに言いました。お前たち、うんと頑張って、豆をしっかりと踏みつけるんだよ。あくる朝、王様は、12人の狩人を呼びました。12人の狩人は、エンドウ豆の巻いてある、次の間に入っていきました。ところが、みんな豆をしっかりと踏みつけ、確かな足取りで歩いたので、豆は一粒も転げたりしませんでした。みんなが出て行ってしまうと、王様はライオンに言いました。お前は嘘をついたな。みんなの歩きぶりは男じゃないか。すると、ライオンは答えました。みんなは自分たちが試されることを知っていたのでございます。それで、無理に男のように頑張ったのでございます。今度は一つ、糸を紡ぐ、紡ぎ車を12台、次の間に運ばせておいでごらんなさいませ。そうすれば、みんなそのそばへ寄って、嬉しそうにいじりますよ。男なら、そんなことはいたしません。よし。では、やってみよう。王様は、12台の紡ぎ車を、次の間に運ばせました。すると、レイの家来が、早速出かけていって、このことを打ち明けました。そこで王女は、家来にお礼を言って、11人の娘に言いました。みんな頑張って、紡ぎ車の方なんか見向きもしてはいけないよ。あくる朝、王様が12人の狩人を呼びました。しかし、誰も紡ぎ車には目もくれず、次の間を通っていきました。そこで王様は、またもやライオンに言いました。お前は嘘をついたな。あれは男だぞ。紡ぎ車などには目もくれなかった。すると、ライオンは答えました。みんなは自分たちが試されることを知っていましたので、無理に頑張ったのでございます。けれども王様は、もうライオンの言うことを信じようとしませんでした。12人の狩人はいつも王様のお供をして狩りに出ました。王様の方でもお供をさせればさせるほどみんなが可愛くなりました。ところがある時、狩りの最中に王様の花嫁がいよいよおこし入れになるという知らせが来ました。これを聞いた狩人の王女はあまりの悲しみに気が遠くなって
ばったりと倒れてしまいました。大丈夫か？王様は、可愛がっている狩人を、手当てするつもりで、はめていた手袋を脱がせました。いやいや、これは。その時、王様は、大好きだった許嫁に渡しておいた指輪を見たのです。顔を覗き込んで、よくよく見ますと、確かに、あの人だということがわかりました。王様は心を打たれて、王女に温かいキスをしました。そして、王女が目をばっちり開けたのを見て、あなたは僕のもの。そして、僕はあなたのものです。この世のどんな人でも、これを変えることはできない。と言ったのです。そして、もうすぐやってくる、もう一人の花嫁のところへは、使いをやって、実は、前から妻となる女性が決まっており、彼女と再会することができました。古い鍵が見つかれば、新しいのは必要ありません。どうかあなたは、ご自分のお城へお戻りくださるように。と、丁寧にお詫びをしました。それからすぐ、二人は結婚しました。そして、本当のことを言っていた、あのライオンは、今まで以上に、可愛がられるようになりました。おしまい。カエルの王様。昔々、あるところに、それは可愛いお姫様がいました。お姫様は、お城の近くの泉のほとりで、まり投げをするのが大好きです。ところがあるとき、投げた金色のまりが、泉の中に転がって、そのまま沈んでしまいました。ああ、どうしよう。沈んでいく金色のまりを見て、お姫様はしくしくと泣き出しました。すると、泣いたりしてどうしたのですか？かわいいお姫様。と、泉の中から、醜いカエルが呼びかけてきたのです。キャッ！お姫様はちょっとびっくりしましたが、カエルに言いました。大切な金のまりが、泉の中に落ちてしまったの。そうですか。では、私が拾ってきてあげましょう。でもその代わり、私をお友達にして、一緒にご飯を食べたり、一緒にベッドで寝かせたりしてくれますか？ええ、いいわよ。お姫様は、カエルと約束しました。でも、カエルと友達になるのは嫌なので、お姫様は、カエルがマリを拾ってきた途端、カエルとの約束なんて知らないわ。と、マリを持ってお城に走って帰りました。
次の日、お姫様がみんなと食事をしていると、誰かが戸を叩いて呼びました。お姫様、お姫様、戸を開けてください。あら？誰かしら？お姫様が戸を開けると、そこには、あのカエルがいたのです。キャー！びっくりして戸を閉めるお姫様に、王様が尋ねました。姫や、何をそんなに怖がっているのだね。それは、お姫様は仕方なく、外にマリを拾ってくれたカエルがいて、そのカエルとお友達になることを約束してしまったのだと話しました。すると王様は言いました。姫や、いくら相手がカエルであっても、約束したことは守らなくてはいけないよ。そこでお姫様は、いやいやながらも、カエルを部屋の中に入れると、一緒に食事をして、自分の部屋に連れて行きました。するとカエルは、一緒にベッドで寝たいと言い出したのです。まあ、カエルのくせに。お姫様はすっかり怒って、カエルをつまみ上げると、力いっぱい壁に叩きつけました。べちゃ。ところが、カエルは下に落ちた途端、優しい目をした王子様に変わったのです。実はカエルは、悪い魔女に魔法をかけられていた王子様だったのです。それから、人間になった王子様とお姫様はすっかり仲良くなり、やがて結婚して幸せに暮らしました。おしまい。おいしいおかゆ。むかしむかし、ある町に、とても貧乏な家がありました。住んでいるのは、心の優しい女の子と、お母さんの二人です。ある日のこと、この家には食べるものが、もう何もなくなってしまいました。困ったわね。すまないが森へ行って、木の実を拾ってきておくれ。女の子はお母さんに言われて、森へ木の実を拾いに行きました。すると、一人のおばあさんが現れて、尋ねました。おや、こんな森の中に一人で来るなんて、どうしたんだい？はい、家には食べるものが何もないので、木の実を拾いに来ました。そうかい、それは感心だね。じゃあ、おばあさんがいいものをあげよう。そう言っておばあさんは、女の子に古ぼけたお鍋をくれました。それは、とても不思議なお鍋でした。お鍋に向かって、お鍋よ、煮えろ！と言うと、暖かくて美味しいおかゆが自然に出てきて、お鍋よ、止まれ！言うまで、おかゆは出てくるのです。
おかげで女の子もお母さんも、お腹が空いて困ることはなくなりました。ある日、女の子が隣の町へ出かけた後で、お母さんはおかゆが食べたくなりました。そこで女の子の真似をして、お鍋よ、煮えろ。と、言ってみました。すると、お鍋はちゃんとおかゆを作ってくれました。ところがお母さんは、おかゆの止め方を知らなかったのです。お鍋よ、もういらないよ、お腹はいっぱいだよ。いくらお母さんがそう言っても、おかゆはどんどん煮えて、お鍋から溢れ出しました。やがて、おかゆは台所から溢れ出ると、家中をいっぱいにして、とうとう家の外へ流れ出ました。それでもおかゆは止まりません。隣の家も、その隣の家も、そのまた隣の家も、とうとう町中がおかゆだらけになってしまい、町の人たちもみんなおかゆに流されていきます。そして、おかゆが町外れまで来たとき、隣の町から女の子が帰ってきました。女の子はびっくりして言いました。お鍋よ、止まれ。やっと、おかゆは止まりました。その後、町の人たちは、町中に溢れているおかゆを少しずつ食べながら、自分の家へ帰って行ったそうです。使い方を知らないものを勝手に使うと、とんでもないことになる、というお話でした。おしまい。ハリネズミのハンス坊や。むかしむかし、お金も土地もたくさん持っているお金持ちのお百姓がいました。このお百姓はお金持ちなので、欲しいものは何でも持っていましたが、残念なことに、子供がいませんでした。そのために、他のお百姓たちは、お金持ちのお百姓をからかって、どうしてお前には子供がないんだね、などと聞くのでした。それでお百姓は腹を立ててしまい、家へ帰ってくると、どうしても子供が欲しい。たとえ、二十日ネズミだって構やしない。と、言ったのです。するとすぐに、おかみさんに赤ちゃんができました。ところがその赤ちゃんは、体の上の方がハリネズミで、下の方が人間なのです。おかみさんはそれを見ると、驚いて言いました。それごらんなさい。あんたはこの子に、とんだ呪いをかけてしまったよ。するとお百姓は言いました。そんなことを言ったって仕方がない。とにかく、この子に洗礼を受けさせて、名前をつけてやらなくちゃならん。だがこんな子じゃ、誰にも名付け親をお願いするわけにはいかんな。この子には、ハリネズミのハンス、
と名前をつけるほかありませんよ。そうだな、そうしよう。さて、洗礼が済むと、牧師さんは言いました。この子には針があるから、普通のベッドではダメですぞ。そこでストーブの後ろに藁を敷いて、その上にハリネズミのハンスは転がされました。それからハンスはお母さんのおっぱいを飲むこともできません。そんなことをすれば、針でお母さんを刺してしまうからです。こんな風にして、ハンスは8年もストーブの後ろに転がっていました。最初はハンスを可愛がっていたお父さんもうんざりしてしまって、いっそ死んでくれればいいと願っていました。さてある時、町に死が立ちました。そこでお百姓は死に出かけようとして、おかみさんに尋ねました。何か買ってくるものがあるかね？ええ。肉を少しと、パンを2、3本。と、おかみさんは言いました。次に下女に聞きますと、上靴と、刺繍のしてある靴下が欲しいということでした。最後に、お百姓は聞きました。ハリネズミのハンス坊や、お前は一体何が欲しいな。父ちゃん、袋笛を買ってきてね。さて、お百姓はうちに戻ってくると、おかみさんには買ってきた肉とパンをやり、下女には上靴と刺繍のある靴下をやってから、最後にストーブの後ろへ行って、ハリネズミのハンスに袋笛をやりました。すると、袋笛をもらったハリネズミのハンスは言いました。父ちゃん、お願いだから鍛冶屋さんへ行って、おんどりのコッコの足に金靴を打ってもらいに行ってよ。そしたら、コッコに乗って、どこかへ行って、もう帰ってこないよ。何？出て行ってくれるのか？お父さんは、これでハリネズミのハンスを厄介払いできると思って、大喜びです。早速、おんどりの足に、金靴を打ってもらいました。そして金靴が打ち終わると、ハリネズミのハンスは、おんどりにまたがって、さっさと出て行きました。そして、豚とロバも連れて行きました。これは、村外れの森の中で、飼うつもりだったのです。やがて森に入ると、ハンスは、おんどりに乗ったまま、高い木の上に上がり、そこに座って、ロバと豚の番をしました。そうやって、何年も何年も、そこに座って見張りをしているうちに、豚とロバの群れは、だんだん増えて、大変な数になりました。ところでハンスは、暇さえあれば、袋笛を吹いて遊びましたが、その音楽は、とても楽しいものでした。さてある時、道に迷った一人の王様が、そこを通りかかって、この音楽を耳にしました。おや、
なんて楽しい音楽なのだ。誰か、この音楽がどこから聞こえてくるのか突き止めてこい。そこで家来たちが見つけたのは、木の上にちょこんと座っている、一匹の小さい動物だけでした。その動物というのは、オンドリみたいなもので、その背中に、一匹のハリネズミが座って、それが音楽をやっているのでした。それを聞くと王様は、お供の者に言いつけて、ハリネズミがなぜそんなところに座っているのか、それからまた、王様の国へ帰る道を知っていないかどうか、尋ねさせました。するとハリネズミのハンスは、木から降りてきて言いました。王様がお城へ帰って、一番最初に出会ったものを僕にくれると約束して、それを書きつけて書いてくださるなら、道を教えてあげましょう。王様は考えました。どうせハリネズミのハンスなんかには、文字なんてわかりゃしないのだから、何を書いたって構うものか。そこで王様は、ペンとインクを取って、何やら書きつけました。そしてそれが出来上がると、ハリネズミのハンスが道を教えてくれたので、王様は無事に城へ帰り着くことができました。そして王様のお姫様が、父親の王様を、遠くから見つけると、嬉しくてたまらず、お迎えに駆け出してきて、キスをしたのです。王様は、ハリネズミのハンスのことを思い出して、今までの出来事を話して聞かせました。自分が森で道に迷ったこと、なんだかへんてこな動物に、自分が城へ帰って一番最初に出会ったものをやるという証文を書かせられたこと。その動物はまるで馬に乗るみたいにして、オンドリの背中に乗って面白い音楽をやっていたこと。それからまた、どうせハリネズミのハンスなんか字が読めないのだから、そんなものは決してやらないと書いてやったこと、などを話しました。そう聞くとお姫様は喜んで、それはよかったわ、と言いました。何しろお姫様は、ハリネズミのところへお嫁になんて行きたくなかったからです。ハリネズミのハンスは、相変わらずロバと豚の番をしては、木の上に座って、袋笛を吹いていました。すると、また別の王様が、道に迷って、家へ帰ることができなくなってしまいました。それほどに、この森は大きかったのです。王様は、やっぱり遠くから音楽が聞こえてくるのを聞いて、家来たちに、あれは何の音か見てまいれ、と言いつけたのです。そこで家来たちが木の下に来てみますと、オンドリが枝に止まって、その背中に、ハリネズミのハンスが座っているのでした。家来たちはハンスに尋ねました。お前さんはそんな高いところで何をしているんだね。
オイラは、オイラの豚とロバの番をしてるのさ。ところで、あんたは何の御用ですか？家来たちは、自分たちが道に迷って、王様の国へ帰れなくなってしまったことを話して、どうか、道を教えてくれまいか。と、尋ねました。すると、ハリネズミのハンスは、おんどりに乗ったまま、木から降りてきて、年を取った王様に言いました。王様がこれからお城へお帰りになって、お城の前で、一番初めに出会ったものを私にくださるなら、道を教えてあげましょう。よろしい。約束しよう。と、王様はハリネズミのハンスに、確かに望みのものを取らせるという書き付けを書いてやりました。その書き付けができると、ハンスはおんどりに乗って道案内をしたので、王様は無事に国へ帰り着きました。王様がお城の中庭に着きますと、みんなの喜びようは大変なものでした。さて、王様には美しいお姫様がいました。お姫様は王様の方へ走ってくるとキスをして、こんなに長いことどこに行っていたのか、と尋ねました。そこで王様は今までのことを話しました。わしは道に迷ってもう少しでお城に帰れなくなるところだった。ところが、ある大きな森の中を馬車で通っていたとき、半分はハリネズミみたいで、半分は人間みたいなものが、おんどりにまたがって、高い木の上に座って、面白い音楽をやっていてね。そいつが助けて道を教えてくれたのだよ。だが、その代わりにわしは、お城に帰ったら最初に出会ったものを、その男にやると約束したんじゃ。ところが、最初に会ったのがお前なのだ。本当に困ったことになったものじゃ。するとお姫様は、お年を召したお父様のためですもの。そのものが迎えに来ましたら、私は、喜んでそのものと一緒に参りますわ。と、王様にお約束したのです。ところで、ハリネズミのハンスは、相変わらず豚の世話をしていました。豚はどんどん子供を産んで、とうとう森中がいっぱいになるほど、その数が増えました。そこでハリネズミのハンスは、もはや森に住むのが嫌になり、お父さんに頼んで村の人たちに、村中の家畜小屋を開けておいてください。おいらがどっさり豚を連れて行きますからね。と、伝えてもらうことにしました。それを聞くと、お父さんは悲しくなってしまいました。何しろハリネズミのハンスは、とうの昔に死んでしまったものと思って喜んでいたからです。そんなことにはお構いなく、ハリネズミのハンスは
おんどりにまたがると、豚を追い立てて村へ入っていきました。村人は大喜びです。それが済むと、ハリネズミのハンスは言いました。父ちゃん、オイラのコッコをもう一度鍛冶屋へ連れて行って、金靴を打ってもらっておくれ。そしたらオイラはそれに乗って、もう一生戻ってこないよ。そこで父親は、おんどりに金靴を打ってもらって、これで、ハリネズミのハンスは二度と帰ってこないのだと、喜びました。さて、ハリネズミのハンスは、おんどりに乗ると、はじめの王様の国を目指しました。ところが王様は、もしおんどりに乗って、袋笛を持っている者がやってきたら、決してお城へ入れぬようにしろ、と、お触れを出していたのです。いよいよ、ハンスが乗りつけますと、みんながハンスに襲いかかりました。ところがハンスは、おんどりに乗ったまま飛び上がると、お城の門を飛び越えて、王様の部屋の窓の前に到着しました。そして、大声で怒鳴りました。さあ、約束のものを送れ。でないと、お前と、お前の娘の命を取ってしまうぞ。これを聞くと王様は娘に、どうか、あの男のところへ出て行って、お前と私の命を救っておくれ。と、言いました。そしてお姫様に、6頭の馬をつけた馬車や、立派な家来や、お金や財産やらをやりました。お姫様が馬車に乗りますと、ハリネズミのハンスが、その隣に座りました。王様は、もう二度と姫を見ることはないだろうと思いましたが、ハリネズミのハンスは、都から出てしばらく行くと、お姫様のきれいな着物を剥ぎ取って、自分のハリネズミの針で、お姫様を刺して、血だらけにした上で、これが、お前さんたちが嘘をついた報いさ。さ、とっとと行っちまえ。お前なんかにゃ用はない。と言って、お城へ追い返してしまったのです。さて、ハリネズミのハンスは、前に道を教えてあげた、二番目の王様の国へ行きました。ところがこちらでは、もしも、ハリネズミのハンスらしい人間が来たら、すぐにお城へ連れて行くようにと、手はずをしていたのです。さて、ようやく現れたハンスに、お姫様はびっくりしてしまいました。何しろ、あんまり奇妙な様子をしているからです。でもお姫様は、王様に、約束をしてしまったのだから仕方がない。と考えました。そんなわけで、ハリネズミのハンスは、
お姫様に心よく迎えられて、やがて、そのお婿さんになりました。その日の夜、二人は休もうと思いましたが、お姫様は、ハンスのトゲが怖くてなりません。でもハンスは、何も怖がらなくていいんですよ。あなたの害になるようなことはしませんから。と、お姫様に言って、今度はお年寄りの王様にお願いをするのでした。どうぞ四人の男に言いつけて、お部屋の戸の外で晩をして、火をどんどん燃やしてください。私はハリネズミの皮を脱いで、これをベッドの前に置きます。その時に四人の男は、素早くその皮を火の中に投げ込んで、それがすっかり燃え尽きるまで、晩をしてくれなくてはいけません。さて、ハンスはハリネズミの皮を脱いで、ベッドの前に置きました。途端に、男たちが素早くその皮を掴んで、火の中に投げ込みました。そして、その皮が燃え尽きると、ハンスはすっかり人間の形になって、ベッドの中に寝ていたのです。でも、その体は焼け焦げたように真っ黒でした。王様は、お抱えのお医者に使いを出しました。お医者がハンスの体を薬草の入った油で洗うと、ハンスの体は白くなって美しい若者になりました。お姫様はそれを見て大喜びです。あくる朝、二人の結婚式を行い、ハリネズミのハンスは年を取った王様から国を譲り受けたのです。それから幾年か経って、ハンスはお妃を連れて父親のところを訪ねて、私はあなたの息子です。と名乗りました。ところが父親は、わしには息子は一人もいない。一人いるにはいたが、それはハリネズミみたいにトゲが生えていた子で、それもどこかへ行ってしまった。と言うのです。そこでハンスは、私がその子ですよ。と言いました。年を取った父親は大喜びして、一緒に息子の国へ行きました。おしまい。12人の狩人。昔々、あるところに、一人の王子がおりました。王子には、いいなずけがいて、そのいいなずけを、それはそれは愛していました。さて、王子がいいなずけのところで、楽しい日を送っていたとき、王子の父親の王様が、大変な病気になって、王子に会いたがっているという知らせが来ました。これを聞くと、王子は愛する許嫁に言いました。
僕は、あなたを置き去りにしていかなければならない。僕が王様になったら、あなたを連れに、きっと戻ってくるから、その時の証に、指輪を渡しておこう。こうして王子は、馬に乗って出かけました。そして、王様のところへ着いたとき、王様の病気はひどくなって、もう死ぬばかりでした。王様は王子を見て、こう言いました。王子よ、わしは死ぬ前に、もう一度お前の顔が見たかったよ。どうか、わしの言う女性と結婚すると約束しておくれ。そして、王子のお妃に決めておいた王女の名前を挙げました。王子は悲しみのあまり、後先の考えもなく、はい。お父様、お父様のおっしゃる通りにいたしましょう。と、言いました。それを聞くと安心した王様は、目を閉じて、そのまま死んでしまったのです。さて、新しい王様になった王子は、死んだ王様に誓った、約束通りに、ある王女と結婚することになりました。このことが、いいなずけだった王女の耳に入りますと、彼女は悲しみのあまり、げっそりと痩せ、衰えてしまいました。これを見て、彼女の父親である王様が言いました。元気を出しなさい。お前の望みは何なりと叶えてあげよう。それを聞いた娘はちょっと考えていましたが、やがて言いました。ねえ、お父様。顔も姿も背格好も私とそっくり同じの女の子が11人欲しいのですけれども、お願いできますかしら。ああ、望みは叶えてあげよう。王様はこう言って、国中を探させて、顔も姿も背格好も、自分の娘とそっくり同じ女の子を11人見つけ出しました。この娘たちが王女のところへ来ますと、王女は狩人の着る着物を12枚作らせました。その着物はどれもそっくり同じものでした。そして11人の娘たちに、この狩人の着物を着せると、王女自身も12枚目の着物を着ました。それから王女は、王様にお別れの挨拶をして、娘たちを連れて、馬に乗って出かけたのです。王女たちは、いいなずけだった花婿のお城へやってきました。そして、狩人はお入りようございませんか？これだけの人数を一緒にお雇いくださいませんか？と言ったのです。
いいなずけだった王様は、狩人になった王女たちを見ましたが、それとは気がつかず、みんな美しい人たちだったので、みんなを雇ったのです。こうしてみんなは、王様の12人の狩人となりました。さて、この王様には一匹のライオンがいましたが、このライオンというのが人の言葉がわかるとても賢いライオンでした。ある晩のこと、ライオンが王様に言いました。王様は12人の狩人を雇ったとお思いになっていらっしゃるのでしょう？そうだよ。あれは12人の狩人だもの。とんでもございません。あれは12人の娘ですよ。そんなことがあってたまるものか。どこに証拠があるというのだね。よろしゅうございます。王様の次の間に、エンドウ豆を任せてごらんなさいませ。すぐお分かりになりますよ。男ならば、豆の上を行くときでも、しっかりした足取りで歩きますから。豆は一つも動きません。ところが女の子ですと、ちょこちょこ歩いて足を引きずりますから、豆がコロコロ転げます。よし、ではやってみよう。王様はライオンの考え通りにエンドウ豆を任せました。ところが、王様の家来の中に狩人たちと仲のいい男がいて、早速みんなのところへ行って、その話をして聞かせました。そしてこう言いました。ライオンのやつ、お前たちが女の子だなんて言って、王様を騙そうとしてるんだよ。王女はその家来にお礼を言って、それから娘たちに言いました。お前たち、うんと頑張って、豆をしっかりと踏みつけるんだよ。あくる朝、王様は、12人の狩人を呼びました。12人の狩人は、エンドウ豆の撒いてある、次の間に入っていきました。ところが、みんな豆をしっかりと踏みつけ、確かな足取りで歩いたので、豆は一粒も転げたりしませんでした。みんなが出て行ってしまうと、王様はライオンに言いました。お前は嘘をついたな。みんなの歩きぶりは男じゃないか。すると、ライオンは答えました。みんなは、自分たちが試されることを知っていたのでございます。それで、無理に男のように頑張ったのでございます。今度は一つ、糸を紡ぐ、紡ぎ車を12台、次の間に運ばせておいでごらんなさいませ。そうすれば、みんなそのそばへ寄って、嬉しそうにいじりますよ。男なら、そんなことはいたしません。よし。ではやってみよう。王様は、12台の紡ぎ車を、次の間に運ばせました。
すると、レイの家来が早速出かけていって、このことを打ち明けました。そこで王女は、家来にお礼を言って、11人の娘に言いました。みんな頑張って、紡車の方なんか見向きもしてはいけないよ。あくる朝、王様が12人の狩人を呼びました。しかし、誰も紡車には目もくれず、次の間を通っていきました。そこで王様は、またもやライオンに言いました。お前は嘘をついたな。あれは男だぞ。紡車などには目もくれなかった。すると、ライオンは答えました。みんなは自分たちが試されることを知っていましたので、無理に頑張ったのでございます。けれども王様は、もうライオンの言うことを信じようとしませんでした。12人の狩人はいつも王様のお供をして狩りに出ました。王様の方でもお供をさせればさせるほどみんなが可愛くなりました。ところがある時、狩りの最中に王様の花嫁がいよいよお腰入れになるという知らせが来ました。これを聞いた狩人の王女はあまりの悲しみに気が遠くなってばったりと倒れてしまいました。大丈夫か？王様は、可愛がっている狩人を、手当てするつもりで、はめていた手袋を脱がせました。いやいや、これは。その時、王様は、大好きだった許嫁に渡しておいた指輪を見たのです。顔を覗き込んで、よくよく見ますと、確かに、あの人だということがわかりました。王様は心を打たれて、王女に温かいキスをしました。そして、王女が目をばっちり開けたのを見て、あなたは僕のもの。そして、僕はあなたのものです。この世のどんな人でも、これを変えることはできない。と言ったのです。そして、もうすぐやってくる、もう一人の花嫁のところへは、使いをやって。実は、前から妻となる女性が決まっており、彼女と再会することができました。古い鍵が見つかれば、新しいのは必要ありません。どうかあなたは、ご自分のお城へお戻りくださるように。と、丁寧にお詫びをしました。それからすぐ、二人は結婚しました。そして、本当のことを言っていた、あのライオンは、今まで以上に、可愛がられるようになりました。
おしまい。さ、ということで、ここからはエンディングトークでございます。朗読のおまけにですね、ざっくばらんに、お話をしていきたいと思います。今日はですね、インスタグラムの方で皆さんからのお悩み相談、最近の悩みは何ですか?という質問に答えていただきましたので、時間が許す限りですね、こちらに回答していきたいなと思っております。いや、最近ちょっと暑くなってきましたね。なんだか寝るときとかも冷房をそろそろ入れたいなみたいな雰囲気感になってきましたよね。でも、まだ粘ってますね。なんか、5月で冷房を入れたら、ね、なんか負けみたいな気持ちになるんで。僕なんかちょっと粘ってるんですけれども、まあ皆さんはね、寝苦しい方とか、まあ無理せず冷房入れてくださいね。さあ、ということで、早速、お悩みをね、いくつか読んでいきたいと思います。ですね、5つ目。最近ストレスを感じています。何か発散方法などはありますか?ストレス発散方法。これはね、人によるんですね。でも、やっぱ外に出ることが一番だなって最近は思ってるな。まあなんだかんだいろいろあるじゃないですか。お酒飲んだりとか、人と話したりとか、ゲームやったりとか、本読んだりとか。まあいろいろありますけど、やっぱ外に出ることが一番いいんじゃないかなって個人的には思いますね。僕はすごいこう思い悩んだ時とかは絶対に外に出て空とか木とかを感じるんですよ。で、宇宙のことを思い浮かべるんですよ。なあ、俺はこの広い宇宙の本当に塵のようなちっちゃい存在でしかないんだなっていう風にですね思うことによって、あの悩みも大したことないなと、自分なんて本当にちっぽけな存在ですからね、もういずれ死んでね、なんかぐるぐるとこう輪廻転生するだけの儚い命ですからねっていうことを外に出て、感じるようにしています。はい。あとは人それぞれじゃないかな。二通目。なんで人類って男女半々なのか気になりすぎて夜しか寝れません。まあ夜寝れてれば大丈夫ですね。はい。なんで男女半々なのか。まあ自然の摂理じゃないですかね。まあ詳しいことはわからないですけどね。あれじゃないですか?何?その、進化上必要なことだから?男女半々じゃないと、種としてこう生存していけないっていうのが、やっぱあるんじゃないですか?動物は。なんかほら、水中をね、泳ぐ生物にこう水かきが、出てくるみたいな。まあなんか自然の摂理なんじゃないですかね。はい、わかんないですけど。三つ目。猫を飼っていて毛が抜ける時期なので、大量に服についていることが悩みです。かわいい悩みですね。いっぱいある悩みの中で、それが最上級のこう悩みだったとしたら、とっても幸せな人生だよね。いいなぁ。でも、ちょうど、タイムリーで、この前、母の日があったじゃないですか。で、お母さんにね、何か欲しいものあるってこう聞いたら、バンテリンが欲しいって言われたんですよ。なんか、あれバンテリンだっけな?なんか膝のサポーター?バンテリンってあれ湿布だっけ?ちょっとわかんないんだけど、膝のサポーターが欲しいって言われて、そんなんでいいの?って言って、別にそれだけでいいって言うから、勝手にじゃあなんか送ろうと思って。
で、うち実家で猫飼ってるんでね。じゃあ、猫の、まあ、毛がね、抜ける時期だから、簡単に猫の毛が、取れるブラシみたいなやつをプレゼントしました。これはなんかね、すごいらしいですよ。Amazon で買って僕も送ったんでね、自分では使ったことがまだないんだけど、ワンプッシュでね、毛に挟まった、ブラシに挟まった毛が全部取れるっていう。なんかすごい優れものらしくて。はい。ぜひ、Amazon で、結構安く売ってるんで、それを買ってね、猫ちゃんの毛をいっぱい取ってあげてください。はい。じゃあ次。じゃあどれにしようかな。人前で発表するときに、息が続かず苦しくなることです。なぜか息継ぎを忘れてしまいます。これはわかる。これはめちゃめちゃわかりますね。まあ最近はね、僕もそんなに大勢の前でこう立って話すっていう機会自体がないんだけど、わかりますね。学校行ってた時とか、あと、まあ学生の時ね、地域のね、なんかイベントとかで、MC やったりとか、そういうバイトよくやってたんですけど、そういう時とかもね、なんか、呼吸浅くなるよね。あれなんでなんだろう？やっぱ緊張してるから、なのかな？なんか喋ってるセリフのどこで息吸ってたっけってなるんですよね。わかりますね。非常にわかる。でもこれは、やっぱ、慣れしか、ないんだろうなっていう結論ですね。でもね、それって緊張してるってことだからすごくいいと思うんですよ。緊張って悪いものじゃなくて、自分がね、その場にまだ慣れてない、自分よりも格上だと思ってるステージにいるから緊張するわけですよね。ってことは、そこに慣れて緊張しなくなったら、自分が成長してるってことになるんですよ。だから緊張ってのは成長のために必要なこの段階なんですよね、きっと。だからね、全然悪いことじゃないし、いつかね、なんか、深く息が吸えるようになってきたっていうまでこう、そういう発表とかね、人前に出るっていう経験を繰り返すのが大事なのかなとは思いますよね。まあ、あと、自分がね、人前出るときに意識してたのは、もうなんか、遠く見る。初歩的。だけど、遠くを見る。人の目とか見ちゃうと、やっぱ飲み込まれちゃうから、それよりももうちょい奥。人がいっぱいいる中の一番奥のその壁とか、まあ外だったらね、まあ遠くに見える山とかでもいいんだろうけど、なんかそういう遠くを見ると、まあなんか顔も上がっててこう凛々しく見えるし、やっぱ人を見ない分緊張も薄れるのかなとは思いますよね。さあ、ということで今日はこの辺にしようかなと思います。引き続きですね、インスタグラムの方ではストーリーで、お悩み相談とか、質問コーナーとか、やってるんでね、ぜひフォローして回答しに来てくれたら嬉しいです。そして今後も朗読動画、たくさん出していくつもりでいます。皆さんのね、快適な睡眠を守るためにも、頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ好きな作品とか聞いてみたい作品とかあったらね、コメントで教えていただけたらとっても嬉しいです。さあ、ということで本日も誠にありがとうございました。皆さんが良い夢を見れますように心から願っております。それではおやすみなさいませ。